それでは参ります。昔々、京の都に暮らすは菅原道真と香り高き梅の花。道真には梅に特別な思い入れがあったそうな。温かな愛に満ちた美しき伝説がここに蘇る。花風刺2023ゆかり。幸せ溢れるこの良き至る花の宮さあ一緒に突如さした限り不意に着せられた道真は九州へ左遷された。私を忘れないでおくれ。どうかどうか。こちらかば匂い起こせよ梅の花。主なしとて春が忘れそう。花風刺の皆さん、ありがとうございました。続いてのチームは